ザッ。はい、あ、いいの。もう、あ、こんにちは。挨拶、挨拶。どうも、すいません。よろしくお願いします。ね、はい、吉彦さんです。はい。2回目の登場ということで。よろしくお願いします。まあ、前回は、生活を身ぐるみ剥がしたというような。そうだね。まあ、外国人の女性が、またそっか、痩せひかー言うて。そっから始まるのか。いや、まあ、そっから始まるんですよ。まあね。まあ、今回は、うん、でも、まあ、真面目な吉彦を出していこうと。本当かい。いや、本当です、本当です。でも俺もさ、自分で今真面目やある程度で、それは分かんない。そうでさ、少年野球行くんよ俺。それはやめといた方がいい。で、少年野球行ってやめとった方がいいってで、はい、で、3週連続でこう行くっていう企画があったわけよ、はいはい、でさ、子供たちも知らんやん、中学生なんか。で、大人は知ってるけど、はい、で、1週目行ってさ、俺のこと分かんないやろって言って、はい、分かりませんって言うやん。携帯持ってるよねって。じゃあ今回終わったら来週携帯高橋俊子って検索して、それ見てごらんって。次の週行ったん。見た？見ました。夜の盗塁を出てきましたやっぱそこだよね。そこは、いや、そこだと思いますよ、吉子さん。用意どんで夜の盗塁、それもない、ないやろ。いや、ね、吉子さん、えキャッチコピーがない人間がたくさんいる中で、うん、夜の盗塁をって言っただけで高橋義彦って出てくることがすごいじゃないですか。でも子供たちにさ、どういう顔で喋っていいの。まあ、夜の通りをちょっとわからないでしょ。それ忘れてって言って、うん、そういうのがあるね。まあでもすごい人だっていうのは分かってるですよね。まあそうだね。そうですね。記録が出てくるからそれで、うん、僕らなんかはスーパーカートリオっていう、こうあったよな、あれがあるから、うん、代名詞みたいなのがあったよな。だからまあ助かりますけど、うん、まあ夜の通りをとは言われない、僕はね。まあまあいいじゃないですか、それは。そうやね。まあ今日は、はい、高橋芳彦を、はい、ね、監督にはもうなれないか。なれないね。ね。うん、無理だね。うん、まあ俺も無理だなと思うんだけど。宇宙に行くより難しいかもしれない。まあ確かにね。確かに。芳彦さんね、まあ佐々木朗希。うん。やっぱ完全試合とか、うん、まあいろんな記事とか、うん、まあ映像でも見られたと思いますけども。うん、まあ、吉川さんもいろんなコーチ経験があるじゃないですか。あるね。どうやって指示します？あの球見てやろ。あ、まあ、敵に佐々木朗希がいるとしたら、バッティングコーチしてやろ。バッティングコーチとして、もうフォーク投げたらしゃあないもんな。吉川さんバッティングコーチやったことあります？やった、ずっとやってた。まあ、僕のイメージでは守備走塁コーチっていう方が、なんか俺守備はほら自分なりに下手だったから。いや、そう、まあそう、僕の口から言わせてくださいよ、そこは下手だったってひどい。でも守備範囲はめちゃくちゃ広かったもんね。足早かったからね。そうそうそう、まあまあそこら辺は置いといて、うん、でバッティングコーチだったらどういう指示します？間違いはないんやない、正直言って。フォークなんて打てるわけないわけやかな、正直言って。あのフォークって146キロのフォークやろ。いや、もうちょっと早いっすね。早いか。あんなフォークなんかさ、どうやってもまっすぐしかないもんな。で、なおかつ二分割やな、ストライクゾーンを見ないで半分見てくれ。まあその半分というのは内か外かっていうことね。そう、うん、はい、もうそこにまず絞っといてくれと、うん、でそっち来たらまあしゃあないなと。反対方向に来たらね。もう来たら、うん、そうでもしないと普通に完全試合やってさ、次の試合さ8回まで完全試合やろ。そんなピッチャーたちさ、この球種を待てとかさ、あのフォークが見逃せとか無理だもんね。まあ、例えば、うん、今のそのバッティングスタイルで、うん、少し下から煽るバッティングが流行ってるじゃないですか。流行ってる。160キロ超えるボールをあの下から行ってて当たります？まあ、タイミングの問題もありますよ、もちろん、うん、あるね。どう思います？ただ今ね、いやバット軽くなってるやん、うん、880とか、はいはいはい、870やん、はいはい、でその分だけ間に合ってるところあるよね、うん、だから佐々木朗希の場合はその上行ってるから。でもそのバッティングフォームよ、じゃあ上から叩けって言ってもよう叩かんと思うよ。だけど僕ね、うん、オリックスと日本ハムのバッターたちっていうのはもう完全と準完全みたいなやられたね、うん、その後ソフトバンクと当たった時、うん、ソフトバンクのバッターはやっぱ叩くんですよ、うん、上から最短通していくんですよ。それはどう思いますよ。まあ、それしか間に合わないってとこある、ね、間に合わないですよね。間に合わないね。実際160キロ立ったことあります？ない。ない。江川さんが怒りますよ。158ぐらいもね。いや俺は160投げてたって言うから、うん、
でも小松なんかでもそうだけど、うん、多分160ぐらい出てると思うよ今のスピード感だったら。ですよね。出てる津田でもねえ、うん、やっぱスピード感の違いがあるけど、で俺はほら上から叩くバッターだから当たったけど、まあそうよね、まあだいたいまっすぐ系って空振りするのは絶対下やん、うん、上から叩くバッター絶対そしたらもう引退ですよね。そうやろ上振ったら、うん、でも要は上から叩きつけたらある程度上に入りやすくなる、うん、その分だけ当たったもんだけどな。だから上から叩けみたいな指示します。あせんね。やっぱもうストライクゾーンは二分割して、うんね、どっちか狙えると、うん、インサイドなんか打てないでしょ。1、2やね。1、2でも 1.5 できますよ、ね、だからボールってもういい、もう頼むから自分のタイミング捨ててくれと、うん、それしかないもんね。バントもできないぐらいですよ、うん、プロが、うん、ちょっと次元が違うよね。ちょっと違いますよね、うん、あれ見てたらえぐいもんね、ボール。その、まあ、それと肩を並べる山本がいるじゃないですか、うん、吉野部。いるいる。どう感じます？あれは完璧に近いピッチャーだからね、いい時。完成されてるというね、うんうん。で、朗希君はまだまだ伸びるもんね。で体できてないよな。あのね、僕ちょっと、佐々木朗希が投げた後に千賀が登ったんですよ。千賀、うんうん、の球が遅く感じましたもんね。ちょっとこれ申し訳ないけど。うん、なんかね、佐々木のはビョーン行ってるのに千賀、うん、のはスーッと行ってるんですよ。だからそんな感覚に見えちゃうんですよ。わかるわかるでしょ。わかるわかる。球のキレが全く違うよね。違う。だから見てワンピースのさ、はい、ルフィだもん。 ルフィに見えるもん。それわかんないわ。ワンピース見たことない。見てない。手が伸びるの。そうそうそう。ああそういう感じだから足も腕もさベロンベロンの感じに見えるんだよ。あ長いよね。なんか長いし、うん、なんかムチみたいに。そうベロンベロン見える。だからこうしてこう投げてこうなってこうここで離れるっていうのに見えないよね。なんかほんとムチを持ってこうビャーンって投げてるみたいだから、うん、うわこいつすごいなと思うね。やっぱりちょっと次元が違うピッチャーが出てきたっていう感じ。違うね、うん、今まででじゃあ、うん、過去も振り返って、うん、誰と似てます？球、はい、まあ球っていうか投げ方というかそのベロンベロンっていうか。おらんやろ。いないですよね。いない。ダルビッシュは手足がちょっと短いんですよね、うんうん、背の割には、うん、だからあれだけの器用さがあるっていうんですよ、うん、で大谷はちょっとまた違う。違う違う全然違う、うん、シナリオはあんまり感じないですもんね、うん、でもね本当は次元のピッチャーや。タコが投げてるみたいな。本当そう思うねえ。どの手で投げるんだみたいな、うん、で足もそうやろ。足も上がるよね。足も上がるしベロベロやろ。この子どうなってんかなと思うよ本当に。まあ待っててお手上げだよな。バッティングコーチもうインサイド待って1、2でなんていう上から叩けっていうのもいいかもしれんけど。いやまあ例えばじゃあ攻略としたら、うん、100球ぐらいいったら変えるじゃないですか。変えるね。とにかく耐久しろとか言います。まあ昔から言うからね、うん、要はセーフティーの構えしたりとかさ、うんうん、揺さぶれとか、ね、揺さぶれとかさそういうのは言うかもしれんね、うん、アウトになってもいいからセーフティーしてる。まあセーフティーもできないぐらいだからね。できないと思いますよ。だから昔はそういうのあったからね。ありました。あのアウトになってもいいからセーフティーでちょっと揺すってくれと、それからちょっと体力落としてからっていうのはあったけど、昔ね、うん、鈴木孝真さんがものすごい苦手だったんですよ、うん、太陽が、うん、1番から9番まで強制的にセーフティーバントですよ、うん、そしたらもう揺さぶられてでもゲーム終わったら完封されてました。鈴木さん楽だったって。ホームラン打たれる心配がなかったセーフティーバントで。そうそうそう。いやだからまあそういう経験もあるから、うん、その試合だけを考えると、うん、6回で100球投げたら、うん、まあ、7回はもう来ないわけじゃないですか大体。まあそうだよね、うん、だから計算して1人何球っていういわゆる持たして、はい、バットを振るないになるよね、うん、まあそうですよね。そうやろ。でも思うつもじゃないですか相手の、うん、バレたらね全部ストライクだからね。大体3球で勝負するんですよ。そうやろ。どうします。でフォークがボールになってくれたらいいけどね、またストライクになるからね。なります。どうするやろな。あそのチームによるけどセーフティーは刺すね、うん、と思う。セーフティー刺すね。セーフティー刺すなって言ったって当たらんすよ本当に。まあね。
セーフティーが当たらないと思いますよ。でもそうしか考えられない、まあ、考えられないですよね。まあ揺さぶるっていうのは一つの手かもわからないですけど、うん、動じないですよね多分ね。そうだろうね。いややってくれるんだったらやってくださいって、一球で終わりますからみたいな。もう仕方ないよ。だからね、先生とどっちかバッターで行くしかないよ。あとバット短く持ってっていやいや昔、いやいやもう本当に短く持った方がいいですよ。本当に昔は言われたからね。言われましたよ。お前何バット持ってんやって。でも最近ね、中日がね、うん、バット短く持ち出したんですよ。へ、ああ、うん、やっぱ打てないから、うん、まあ一つの手ではありますよね。だよね、感覚がね、ズレが短く持つんでやっぱし違ってくるからね。バット短く持てっていうのも一つの手だよね。まあじゃあまとめていいですか。いいよ。佐々木朗希は、はい、出ません。はい、思ってないよね。ね